ヒゲクジラアモク。ヒゲクジラアモクは、クジラマ、ヒズメメに属する分類群で、原生のクジラ類を二分する大グループの一つ。輪廻式の分類では、アモクの階級が与えられているが、20世紀末にクジラ類がマ、ヒズメメから分岐した系統あることが明らかになったため、ヒゲクジラ類、ハクジラ類の位置づけは今後変更される可能性が高い。原のクジラ類は、 ヒゲクジラアモクとハクジラアモクに大きく分かれる。ヒゲクジラ類は歯を持たないが、上あごから生えたヒゲ板、またはクジラヒゲ、クジラヒゲと呼ばれる器官を使って、オキアやコペポーダ等のプランクトンや小魚等の小さな餌を大量にこし取り、食料とする。主にプランクトンなど浮遊性の生物を捕食するが、イワシ等の小魚、基本的にその海域に多い群衆制魚類他に、 イカなども捕獲された個体のイカら確認されている。これらの魚などはほとんど無傷であり、ヒゲイタはあくまで露化するための器官であることは明らかである。ヒゲクジラの植生は種や生息域によっても異なり、ヒゲイタの形状も、また植生によってそれぞれ異なる。コク,クジラの実、定性生物を捕食することで知られる。露化接触を参照。クジラヒゲ以外の白ジラ類との際としては、 外観上では白鯨以上に頭部が大型化し首が短縮している。噴気口は2つ。喉に多数のヒダを持つ。原生種では最大の動物であるシロナガスクジラが含まれるように、ヒゲクジラは全体的に大型化する傾向がある、などである。また、ヒカの形態ではメロンを持たず、また音を発するための器官である発生唇を持たないため、 高周波エコロケーション能力を書く。ただし、低周波音を発し、そのエコーを聞いて、遠方の地形を探るということを行っているとされる。上顎骨は、鼻孔が頭頂部へ移動したことに、伴いテレスコーピングと呼ばれる形態を示すが、伸長した上顎骨は、眼下の下を通り、白ジ類は上、クジラに広い付着部位を与えている。また、頭骨の形態は、 左右対称となっている。ハクジラは左右非対称が、これは高周波エコロケーションに特化した機能を持たないためであろう。原生のクジラ類では耳骨が頭骨から有利しているが、ヒゲクジラはハクジラに比べて有利の度合いが低く、骨の壁に囲まれている。また、ハクジラでは分離している耳骨の構成要素、自周骨、下牛などを収めた骨と個室法。 自傷骨を治めた骨が融合している。これと関連して、ハクジラは下顎に死亡組織を持つが、ヒゲクジラは同様の組織を持たない。これは、ハクジラが下顎エコーを聞くためのピックアップとして、用いるための適用とされるが、死亡組織を持たないヒゲクジラは下顎を介して、音を聞くことはしていないと推定される。嗅覚に関しては、対価は著しいながらものに救急を持ち、 また、球上皮には球細胞が存在している。これらが機能しているかは定かでないが、餌探しにエコロケーションを使わない彼らが、嗅覚によって餌を探知している可能性が指摘されている。対して、ハクジラでは一部の種の発生段階を除いて、救急、救急神経が消失し、嗅覚は失われている。クジラ目ク,クジラは、ニタリクジラとコセミクジラを除いて、 高緯度海域の接触域と低緯度海域の繁殖域の間を大海流を行う。冷水域である高緯度海域で動物性プランクトンやそこスご生物を捕食し、油側にして栄養を蓄えて温暖な低緯度海域で繁殖を行う。これは、コクジラの油側は薄く、冷水域では耐えられないという理由にもよる。白長スクジラは蓄えた体脂肪のみで、 繁殖域ではほとんど接触は行われないとされ、基本的に他のヒゲクジラー目のクジラもほとんど接触しないとされる。また、この海遊で赤道を越えることはほとんどない。なお北極クジラの海遊は小規模で、北極圏から出ることはないと考えられている。ヒゲクジラ類は、ハクジラ類と共に、原ゲ,ゲ類を構成するが、その起源は約3.390万年前。 全身予前期に求められる。その祖先は、初位、昔クジラ類のドルドンなどに禁煙なグループであった。原生群こそ、ヒゲクジラと呼ばれているが、ハクジラ類と分岐した直後の彼らは当然ヒゲを持たず、多数の歯が、訓にあった。最古のヒゲクジラであるエティオケタスは、魔獣類の基本形である44本の歯を持ち、また球死には副高等があるなど一性を示していた。この属は、 かつては葉を持つという形態から、昔、クジラ類に分類されていたが、北海道、アショロ町などから得られた良好な標本の研究により、ヒゲクジラー目として分類されることになった。彼らの接触形態としては、現世のカニクイアザラシのように葉をトラップとした、露過接触を凍っていたとする説もあるが、トラップとしては機能し得ない形態の葉を持つ種もあり、結論は出ていない。また、 歯と共に、クジラヒゲの原型とも言えるものを持っていたのではないかと、する研究者もいる。こうした歯を持つ、ヒゲクジラのグループは、エティオケタス浄化としてまとめられている。ついで現れたのが、原生に近い、歯を失いクジラヒゲを持つグループである。全身予行期には出現していたことが、化石記録から確認されている。この時点では、歯を持つ、ヒゲクジラの系統も生存していた。 かつては、ケトテリウム海地化のみであったが、これは、原生の4化以外の化石クジラ類はすべてこのトガに放り込まれていたからである。しかし研究が進み、最初期のグループは、エオミスティケタス浄化として分割され、ケトテリウム化自体は単検当群として、再構成されつつある。競技のケトテリウム化自体は、長スクジラ化に禁煙であるとして、 長スクジラ浄化に含められたが、原生の系統で最初に分岐したのは、セミクジラ化である。確実な記録では、中心予前期であるが、全身予行期の地層からこのトがである可能性のある化石が発見されている。ついで現れたのが、コセミクジラ化であるが、この系統はかつてセミクジラ化と近縁であるとされて、いたが、形態に差異が大きすぎ、 また分子研究の成果からも別系統であると結論付けられた。原生のヒゲクジラで最大のグループが、ナガスクジラ科、コククジラ科を含むナガスクジラ浄科である。これ以外にも、絶滅群として、ケトテリウム科を含んでいる。このうちコククジラ科は、ナガスクジラ科に禁煙とされることが多いが、セミクジラ科やケトテリウム科に禁煙であるという意見も出されるなど、やや分類には、 揺らぎがある。長スクジラ科には、原生では、長スクジラ属及び、ザトウクジラ属の二つが属するが、絶滅群として5から6程度の属が存在すると、される。原生種は60種以上の白ジラ類に対して、ヒゲクジラ類は14種、足を除くとかなり少ない。日本周辺では、そのうちの10種が記録されている。2003年11月には、 和田志郎らによって新種、角島クジラが発見されている。また、似たリクジラには複数の種は含まれているとされ、バラエノプテラエデにカツオクジラとして分離る説もある。和絶滅。絶滅群は主要なもののみ掲載。参照、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。